山田養蜂場の蜂蜜舐めてません。今回の舐めていないさんは前回に引き続きヘアケア開発担当の清水さんと毛髪診断士神戸さんです。よろしくお願いします。する。今情報もありすぎるぐらいあるし、髪の毛って髪質によってもすごい差があるから、人それぞれだね。そうそう、判断に難しい時とかは、はい、毛髪診断士に相談してなんか呼びたくなるよね。あ、でも結構毛髪診断士ってゲームのキャラクターとかで使っちゃったりするから、うん、オンラインゲームする時にはだいたい毛髪診断士で入って騎士とかと並んで毛髪診断士がいるみたいな状況なんか混じってるみたいになります では今回のテーマはこちら。山田養蜂場の毛髪診断士が教えるヘアケアに大切なのは予防。え、予防ってどういうこと？うん、髪の悩みが出始めたからヘアケアしようとかではなくて、スキンケアを皆さんがしているように、うん、ヘアケアも日常の中にもう普通に取り込んでいただきたいなっていうふうに思いますね。確かにヘアケアってちょっとおざなりになりがち。例えばさ、どんなことをすればいいの？難しいことは特になくって、うん、まあ、一丁目一番地はやっぱり頭皮ケアの中でもえ、なんて言いました今一丁目一番地迷ったんでスルーしようかでもやっぱ頭皮ケアの一丁目一番地は、うん、また言い直すんだそう、やっぱり髪を清潔に保つことだから、うん、で洗い残しがないようにしっかりシャンプーをして、うん、すすぎ残しもないようにしっかりと頭皮まであのシャワーで洗い流すことで、あとは髪のダメージしてきたなとかっていうふうに思ったら、うん、美容院とかでトリートメントとかしてもらったりとかもすごくいいなって思いますね、うんうん、実はこんちゃんさ、かなり髪染めたりとかしてるんだけど、ピンクとかそのまま色が抜けて金髪にしてたりとか。ピンクしたことあるぞ。そうだよ、どこ染めるの？いやいやいや髪はね、遊びまくっちゃってるからちょっと心配なんだよ。やっぱ髪を染めるのと薄毛って関係あるの？やっぱり髪ダメージって外からの刺激がすごい大きいから、パーマとかヘアカラーって正直結構ダメージきてますよね。ダメージきてますか？ダメージきてます白髪染めも普通に色を楽しむカラーも、紫外線とかなんかそういうのも薄毛とか抜け毛の原因になるっていう風に言われているので。紫外線も？これは気にしたことなかったな。地肌も焼けるし髪の毛も焼ける。さんはさ今染めてる？染めてる。染め子で。染め子でって言った今。一番近くらいだった今の染め子は。ちょっとさ心配になったりしない？染めすぎてると。だからね、うん、間を一生懸命開けるようにしたりとか、ヘアカラートリートメントみたいな優しめのやつをできるだけ使うようにしてます。へー、え、予防ってさ何歳くらいから始めるといいの？こんちゃん、うん、それには髪の毛が生えてから抜けるまでのヘアサイクルを知ることが大切なんだよ。ヘアサイクル？自転車乗るの？ヘアサイクリング。髪の毛って生え始めは細くて柔らかい赤ちゃんみたいな毛なんです。かわいい赤ちゃん。それが細胞分裂を繰り返して2年から6年かけて徐々に大人の毛になっていきます、うん。髪の見た目を作るのは大人の髪の毛たちだから、今日生え始めた毛が6年後のあなたの髪型を作ってくれてると言っても過言ではないの。ちょっと肝皮なんだけど一本ウィンクしてるね極端な例でもあるんですけど、例えば25歳に生え始めた髪の毛が31歳の髪の見た目を作り、35歳に生え始めた毛が41歳の髪の見た目を作り、45歳に生え始めた毛が51歳。そういうことですね。55歳はなんかちょっと脳トレっぽくなってきた。55歳はつまり今は良くても将来の髪の毛を守るために早めに頭皮ケアを始めることが大事ってことね。でも実は要注意なのがあって、うん、抜け毛は細くて柔らかい毛が抜けてたらちょっと要注意です、うん、さっきの赤ちゃんの毛みたいなことだよね。そうそう、濃くて強い髪は寿命を全うして自然と抜けていく髪の毛なんだけど、細くて柔らかい髪っていうのは途中で抜けてしまっているってことになるから、うんうん、まあ、いわゆるヘアサイクリングじゃなくてヘアサイクルが乱れちゃってるっていうことに。こんちゃんの意外と受けたやつ被せ
ヘアサイクルが乱れてることになるんだよ。もうちょっと頭に入ってこなくなっちゃったわ。それから女性ならではの髪トラブルが起きやすいタイミングがあるんですよね、うん、女性にとって大きな転機になるのが閉経になってくるんですね。女性ホルモンってバランスがきちんとしてるとヘアサイクルが正常に回っていくんですけれども、女性ホルモンがまあ少なくなってしまったりすると髪トラブルが増えてしまうんです。ただまあその時期まで待たずとも頭皮の状態っていうのは年齢を追うごとに悪くなっていくので、早めにしていただくとまあより良いと思います。頭皮ケアはとにかく早めがいいのね、はい、じゃあさ、毛髪診断士、はい、髪にいい食べ物とかってあるの？やっぱり髪の毛の主成分ってタンパク質なんだよね。タンパク質を取らないとやっぱ髪ってあんまり良くならないから。そうか。タンパク質の中でも髪の毛ってに使われているタンパク質って硫黄が含まれるタンパク質っていう風に言われてて。そうそうそう、もう髪の毛焦がしたりしたことあるかな、うん、髪の毛を焦がしたことあるか。何その質問。なんかヘアアイロンしすぎてみたいな。あー、わかるかも。ヘアアイロンでこうコテで巻いた時にちょっと焦げ臭くなるよね。匂いが発生するのは髪の毛に硫黄の成分が含まれてるから臭くなるって言われてるんよ、うん、その硫黄の成分とかが含まれているタンパク質が多く含まれているのは、うん、魚でいうとサバとかサンマとか白身魚、あとは鶏のささみ。筋トレしてる人とか鶏のささみよく食べるイメージだけど、実は髪にもあれいいんだよっていう、うん、マッチョな人たちとか髪ツヤツヤだったりするのかもね。結構いい感じの髪型の人多いですね。いい感じってなんかいい話聞けたわ、珍しく。ジンドさんも食事気をつけてる？気をつけてるかな。パンが好きだから。ザ糖質だけど。糖質だよ。でもまあ食べ過ぎが良くないだけで、好きなものを食べる分にはリラックスできるし髪にもいいっていう。話何だったんだよ。老後は自分のパン屋さん開くのが夢なので。老後も夢いっぱいだね。はい、ヘアケア会はここまで。ヘアケアでお悩みの方は毛髪診断士ジンドさんと清水さんが開発した山田養蜂場のヘアケア商品もぜひチェックしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。